主人様、ご主人様、久しぶりに一緒にお風呂入りましょう。お背中流してあげますから。私たちの発育が良くなってからお風呂入れてくれなくなったご主人のエロ。ご主人様のお家ですけども、ショコラの隣が私の居場所だし、あとご主人かっこいい、なんか妙に男前に見えてきた。
私もダットのごとく、いや、脱猫のごとく離脱。心配はご不要、人型でも猫は猫。さささ。もうわしづかみ。ご主人様のベッドで寝ます。私もご主人のベッドで我慢する。
の男子なのに往生際が悪い。順番はご主人、ショコラ、私でいい。にゃはーん、ご主人様とバニラに囲まれて幸せにゃん。仕掛けたのはショコラたちですし、ここでいいですよ。猫らしく丸まって寝ますし、贅沢は言わない私たち超けなげ猫の鏡。こんな感じで投資したばかりで段ボールたくさんありますよね。お家作ったらあったかいって聞いたし、なんとかなる気がする。そしたらご主人様はどうするんですか？ショコラの隣？ショコラがソファーで寝ますから。ご主人様はバニラと一緒にお布団で寝てください。私こそソファーのが落ち着く。ショコラとご主人でベッド使えばいい。Thank you.
主人様。ご主人。はい、おやすみなさい、ご主人様。おやすみ、ご主人。ご主人様、その本当にごめんなさい、迷惑をかけてしまって。ご主人様。
Thank you.